塩基体、4つのヌクレオチドによって2つの塩基体が形成されている。核酸塩基は青で示されている。グアニンはシトシンと3つの水素結合で結合する。アデニンはウラシルと2つの水素結合で結合する。プリン塩基は縮合管構造を持つ分子である。ピリミジン塩基は単管構造を持つ分子である。 核酸塩基はヌクレオシドを形成する窒素、含有生体分子で、窒素塩基としても知られ、多くの場合単に塩基と呼ばれる。ヌクレオシドはヌクレオチドの構成要素であり、ヌクレオチドは核酸の基本的な構成単位である。塩基体を形成し、互いに積み重なる核酸塩基の性質は、リボ核酸やデオキシリボ核酸などの調査線構造をもたらす。アデニン。 シトシン、グアニン、チミンの5つの核酸塩基が主要なまたは標準的な核酸塩基と呼ばれる。これらは遺伝暗号の基礎的な単位として機能し DNA では A,G,C,T が見られ RNA では A,G,C,U が見られる。チミンとウラシルは U に存在しないメチル元が T に存在する点を除いて同一である。 アデニンとグアニンはプリンに由来する、縮号管構造を持ち、そのため、プリン塩基と呼ばれる。プリン塩基は、アデニンの場合、C6 位に、グアニンの場合、C2 位に一つの網の元を持つことで特徴付けられる。同様に、シトシン、ウラシル、チミンはピリミジンに由来する、単管構造を持ち、そのため、ピリミジン塩基と呼ばれる。典型的な DNA 二重螺栓の塩基体は、 プリンとトピリミジンによって構成され、A は T と対合し、C は G と対合する。これらのプリンマイナスピリミジン体は、相互的な塩基体と呼ばれ、二重螺旋の二つの鎖をつないでおり、はしごの段によく例えられる。プリンとピリミジンの対合は、DNA 螺旋に寸法上の制約を課し、それらの組み合わせによって一定の幅を持つ、 DNA 螺旋の幾何学的形状が可能となる。AT と GC の対合は、相互的な塩基のアミンとカルボニル元の間で2つまたは3つの水素結合を形成するように機能する。アデニン、グアニン、キサンチン、ヒポキサンチン、プリン、2、6ジアミノプリン、6、8ジアミノプリンなどの拡散塩基は、地球上と同様に地球外の宇宙でも形成される。 可能性がある。塩基という用語は、これらの化合物の酸塩基反応における化学的性質を反映している。しかし、こうした性質は、核酸塩基の生物学的機能の大部分の理解には特に重要ではない。DNA の化学構造。八つのヌクレオチドによる四つの塩基体が示されている。アデニンはチミンとグアニンはシトシンと結合する。また、 この構造は2つのリン酸でオキシリボース主さの方向性も示している。5から3の方向は、左側の鎖では下向きであり、右側の鎖では上向きである。2つの鎖は互いに巻きつくことによって、二重螺旋構造が形成される。拡散構造の側面では、隣接するヌクレオチドモノマーの2つの等間をリン酸分子が連続的に接続し、 それによって、調査の生体分子が形成されている。こうした糖とリン酸との鎖結合は、一本様たは二本差、生体分子の主差を形成する。DNA の二重螺旋では、二つの鎖は、科学的に逆方向を向いており、それによって二つの塩基の間の相補性による、塩基体形成が可能となっている。この相補性は、DNA に高度された情報を複製したり、 転写したりする際に必要不可欠である。DNA と RNA には、拡散の鎖が形成された後に就職が行われた、非標準的な塩基も含まれている。DNA では、最も一般的な就職塩基は5、メチルシトシンである。RNA には、多くの就職塩基が存在し、シュードウリジン、ジヒドロウリジン、イノシン、7、メチルグアノシンなどが見られる。 ヒポキサンチンとキサンチンは変異源の存在下で形成される多くの塩基のうちの二つであり、どちらも脱網の化によって生じる。ヒポキサンチンはアデニンから、キサンチンはグアニンから産生され、また、ウラシルの脱網の化によってシトシンが生じる。以下は就職されたアデノシン、またはグアニンの例である。以下は就職されたシトシン、チミン、または ウラシルの例である。多数の拡散塩基アナログが存在する。最も一般的な利用法は、直接的、または、間接的な蛍光プローブとしての利用である。例えば、アミノアリルヌクレオチドは、マイクロアレイでクルナや CDNA を標識するために、利用される。遺伝暗号を拡張するための新たな塩基体として、イソグアニンとイソシトシニア。 傾向を有するに網のマイナス6プリント、ピロールマイナス2カーボアルデヒドなどの利用が試みられている。医学では、いくつかのヌクレオシドアナログが抗ガン剤や抗ウイルス薬として利用されている。ウイルスのポリメラーゼは非標準的塩基と共に、これらの化合物を取り込む。これらの化合物は、細胞内でヌクレオチドに変換されて活性化される。ありがとうございます。